どうしたコレット、もうごちそうさまか。調子でも悪いの？違うの、ちょっと量が多いかなって。そうか、いつもより少ないぐらいだぜ。あ、大丈夫、ちゃんと全部食べるから。なあコレット、お前最近味覚が変わったのか？え？いやだってさ、あんなに嫌いだったピーマンとか食べるようになったじゃん。なんか苦く感じなくなったの。味覚が大人になったのね。多分。でも昔に比べてあんまり食わなくなったぜ。好き嫌いがなくなったのはいいけど、飯はちゃんと食った方がいいぞ。うん、ありがとう。でも大丈夫だから。なんだ？ロイドのお友達？さあ。この中にマーナのミコはいるか？あ、
それ私です。覚悟。気にすることはないわ。ここで相手が落ちなければあなたが殺されていたのかもしれないのだから。だけど、まあちょっとかわいそうではあったけど、死んじゃったりしてないかな。仮にあの人の体重が45キロとして、この穴が10メートルだとすると、重力加速度を 9.8 として計算しても死ぬような衝撃じゃないよ。重力加速度？よくわかんないけど生きてるんだな。多分ね。しかしな、運の悪いやつだな。落とし穴の真上にいたなんてさ。落とし穴ではなくてよ、参道管理用の隠し通路ね。そろそろ行くぞ。おい、あの女の正体を突き止めなくていいのかよ。どうせまた向こうから来るだろう。ここは狭いし足場も良くない。場所を移した方が賢明だ。
you
すげえ。追いついてきた。はあ、よかった。動くな。賢明な判断ね。さっきは油断したが、今度はそうはいかない。覚悟。死んでもらうよ。あなたは本当にお人よしね。くっ、覚えていろ。次は必ずお前たちを殺す。待て。どうして俺たちが狙われるんだ。いつの世も救いを拒否する者がいる。ディザイアンの一員なのかも。さあな。いずれにせよ我々は常に狙われている。それだけのことだ。あの服、先生どうしたんだ。いえ、何でもなくてよ。行きましょう。そうだな。とりあえず船を出してくれそうなところを探そうぜ。パーティーで戦闘するということは仲間との連携も重要になる。そうだな。作戦や指示で戦局は大きく変わる。忘れるな、お前は一人ではない。ああ、分かってるさ。
さっきのあれは。どうしたのだ。いえ、さっきの刺客の着ている服、ちょっと独特ではなかった？あまり見かけないものだな。わかった、ドワーフの衣装じゃないか。俺の服も親父が作ってくれたんだ。なあなあ、ちょっと似てないか。どこが似てるんだよ。ドワーフに育てられるとこうなるのか。まだ行動としてはしっかりしているわね。使われなくなったのは最近なんでしょうか。鉱石が取れなくなったのではなさそうだわ。採掘作業ができなくなった理由があるのだと思うわ。ディザイアンでしょうか。おそらくね。
ついてないよ。強力な敵がうろついてるなんて。大きかったね。骸骨になっちゃう前はきっと大きなお家に住んでたんだね。あんな人間いないだろ。角あったし。あれは魔界の実力者の慣れの果てかもしれないわね。魔界？そんなの言い伝えじゃないの？そうとも言い切れないわ。悪魔や悪霊も私たちの生態系では考えられないもののはずでしょ。立証はされていないけど、おそらく私たちが悪魔や魔族と称しているものの住み暮らす世界があると思うわ。魔界の実力者か。でも倒しちゃったんだし、もう大丈夫だよな。
だといいけど。Thank you.